意外に時間かかる。遅いんですよ。なかなかね、書き込みが終わんない。時間がかかる。はい、ムッチ TV のムッチです。本日はですね、プレイステーション4のね、動画シェア機能を使ってね、たくさんプレイ動画を撮影してるとか録画してるんですね。まだ編集が終わってないんでね、アップロードしてないんですけど、前回ソフトと一緒にね、紹介した 8GB の USB 3.0、 はい、こちらのやつを紹介したんですけど、これがね、 3.0 は 3.0 で多分早いは早いんだけど、やっぱね、15分で1個のファイルが生成されていくようにね、録画されるんだけど、 PS4 は大体1時間ぐらいとかプレイして、まあ1時間とか2時間とかかな、プレイして、データを吸い出そうとしてね、この USB を挿してコピーするわけですよ、ここに。でコピーしたのを MacBook Pro に挿して編集するっていう流れになってるんだけど、遅いんすよ。意外に時間かかる。約1時間ぐらいのデータをね、15分刻みで合計1時間分ぐらいのデータをこの中に入れようとするとね、何分か覚えてないんだけどね、ほんとね、ちょっと待ってられないぐらい。一回画面消してテレビ見てたり、他の用事を済ましてるぐらい時間がかかる。っていうことで、今回ね、いろいろ調べた結果、日本正規版ではないんだけど、並行輸入品っていうか、海外版のね、サンディスクさんの、こちら、今回紹介します。こちらの商品ね、Amazon とか、レビューしてて、PS4 に限らず、ものすごい早いと。で、USB 3.0、 もちろんね、 3.0 で、今回 32GB にしました。そんなね、大きい容量はいらないんだけど、一応今回 32GB の方を購入してます。これのね、ポイントが、公式のね、データでもここにも書いてある通り、読み込みがね、 245MB/s、 書き込みが 100MB/s なんで、相当早いです、数値上。これならいいだろうなってことで、基本はやっぱこれめちゃ早いと、異様な速さが出るっていう風にね、外国でも有名みたいです。これをまあ使ってね、ダウンロードできたらなと思うって今回なってます。でやっぱね、時間が早いに越したことないね。今はね、いろんな編集作業だとか動画撮影とかのね、時間に追われちゃってて、ゲーム実況動画を撮ってすぐに吸い出してすぐに編集っていう流れにはなってないんで、時間がある時に吸い出してやってるんでいいんだけど、よしやった、はい、じゃあこれすぐ編集かけようっていう流れの時に、なかなかね、書き込みが終わんないとね、イライラは別にしないんだけど、待っちゃうんだよね。その待っちゃう時間で他のことができちゃうぐらい、ほんとね、前のこっちの USB は待ったんで、今回はね、これを使ってやってみたいと思います。今回はね、ちょっとね、パッケージングの、こちらの、なんでこんなの買ったのかっていうご説明とご紹介でした。Amazon のリンクはね、下の方の概要の方に貼っときますんで、そちらをご参照ください。使うのが楽しみです。次回、前に買った 3.0 と、今回の使ったサンディスクさんの 3.0 の USB の速度比較動画を開けたいと思いますんで、お楽しみください。はい、以上簡単でしたが、本日ご紹介したのは、こちらサンディスクさんの USB 3.0 フラッシュドライバーということでね、32GB の商品のご紹介でした。気になる方はね、チェックしてみてください。ムッチ TV のムッチでした。チャンネル登録もお願いいたします。